フジテレビ系では11日早朝パリ五輪、新競技のブレイキン男子の模様が生中継された。日本の中井茂幸、茂キックス x が4位と奮闘する中、中継に映り込んだ大物歌手の姿に X 上がざわついた。写真、観客席には亀梨和也の姿も、新競技ブレイキンの会場の様子初代王者が決まる決勝戦の場で国際映像に映り込んだのが、 客席で試合を見届けたカトゥーンの亀梨和也らしき男性だった。今大会は、レギュラー出演する日本テレビ系ゴーイング、スポーツニュースのキャスターとして現地入りしていたが、この日はブレイキンを現地で見届けていたようだ。日本時間では早朝4時頃に放送されていた映像だったが、即座に X 上では、あんなイケメン、なかなかいない、美しすぎてビビった、 全然一般人に紛れ込めてない、えらい顔の整った観客の方がいた、などと話題となった。富士の中継では、お笑いコンビナインティナインの岡村隆も出演。日本人選手の活躍に、すごいムーブを見せてもらい、感動しました、などと日本ダンススポーツ連盟ブレイクダンス本部の応援団長として魅力を伝えていた。